はい。えー、教師研修 B コースの皆さん、こんにちは。えーと、今日は、えー、第1週の4本目のビデオですね。はい。今日は問いを立てることについて話します。教師の役割ですね。はい。えー、これ、もう前にも言いましたが、えー、今の教師の役割は知識を伝えることではありません。そして、えー、と、前のビデオでは、教室の外とつなげて日本人とコミュニケーションをするというようなことを話しました。 で、これらのことはですね、えー、実は、えー、インドのことをよく知らない日本人が言っているわけではなくて、えー、インドの政府による、えー、教育政策にはっきり書いてあります。えー、これは NEP2020 という資料ですけど、ここにですね、えー、The teaching of languages will also be based on experiential learning pedagogy とはっきり書いてあります。経験によって学ぶのがいいということですね。 これは私が、外国人が言っているのではなくて、インド政府の考えです。はい。で、えー、このエクスペリエンシャルラーニングっていうのは特にその、えー、トラディショナルレクチャー、要するに教えるだけの授業よりもいいということがいろいろな研究で既でに明らかになっています。では何をすればいいかっていうと、その問いを立てるということですね。問いを立てるというのは要するに質問するということです。 ただ、質問するというのは何を質問するかっていうと、教えたことを覚えているか、それを調べるために質問するわけではありません。えー、学習者同士で自分たちで分かったことを教え合うというんですね。はい。で、えー、その講義、つまりレクチャーよりも、えー、教え合う方がいいというのも、これもいろんな研究で明らかになっています。例えば、これリンクを開くと、えー、皆さん本文を読むことができますけど、えー、これは 29本,の29本の論文を調べて、4732人の学習者のデータを参考にしました。この結果でも、えー、日本とかアジアのような、えー、集団主義的な国では、えー、とても教え合う方がいいということがわかっているわけですね。はい。これはとても、えー、有名な論文なので、ぜひ皆さんも見てください。 はい。え、それから、アーミルカーンもこんな風に言っています。これは、スリー・イディオツという映画の中ですけど、こんな風にアーミルカーンが自分で教えるのではなくて、この黒板に書いてある、えー、言葉について自分で調べてくださいという風に言ってるわけですね。本を見ても構わないという風に言っています。ただ、まあ、ここでは、あの、分かった人は挙手してという風に言っていますけど、これはもっと小さなグループの中で教え合うことがいいと思います。で、こういう方、あの、やり方は、えー 一番有名なのは多分このマーク・プレンスキーという人の、えー、パートナリングってやつですね。まあ日本語ではパートナー方式って言いますけど、もともとの英語の本ではパートナリングというふうに書いてあります。えー、もうデジタルネイティブはあのいろんなリソースを使うことができるので、えー、先生が教えるよりも自分で調べた方がずっといいということが書いてありますね。はい。では何を教え合えばいいのか。 ということです。つまり、教え合うときには、先生が質問しなければいけませんが、先生が質問するときにも、浅い質問とか、深い質問があります。で、浅い質問は、この漢字の読み方は何ですかとか、辞書で調べればすぐにわかるような質問ですね。で、もう少し深い質問では、こういうときに日本語でどう言えばいいですかという質問もあります。それから、もっと深い質問としては、人によって答えが全く違う、そういう質問もあります。 あなたにとって一番いい日本語の勉強方法は何ですかこういうのは、えー、とても深い質問になりますね。で、よくある反論ですけど、教えた方が早いっていうのはそうです。で、その、もうその通りなんですけど、教えるだけだとすぐ忘れてしまうんですね。えー、それから教える方が簡単っていうのもあります。えー、これもそうなんですけど、でも、えー、先生の仕事は簡単じゃないんです。で、間違った答えを見つけてしまったらどうするか。その場合は、 え、浅い質問の場合は、いいリソースを教えてあげるといいでしょう。深い質問の場合は、それが本当に間違っているのかは先生が決めないでいいです。で、学習者が本当に間違っているときは、学習者が後で自分の間違いに気がつきます。はい。で、このスライドのリンクは b i t 3スラッシュ t t c b 1 4です。えー、リンクが貼ってありますので、えー、そのリンク、あの、このスライドからもリンクが貼ってありますので、それを見たい人はこれを見て、えー、 リンクを開いてください。はい、えー。このビデオに知らなかった言葉があったら、暗記やクイズレットやメモライズで、えー、それを記録しておいてください。はい。それでは私の話はここまでです。さようなら。